乙女、妖怪ザクロは、星野リリーによる日本の漫画作品。通称、ザクロ。コミックバーズで連載していたが、2016年より、育児のため救済。2020年12月17日現在まだ、再開していない。2010年10月から2011年1月まで、テレビアニメが放送された。2017年に舞台化作品が上演。 舞台は人間と妖怪が共存する日本。月の満ち欠けと共に営んでいた生活が、海歴によって太陽の巡りと共に生きていくこととなった。しかし、人間側の勝手な海歴に反発した反対派の妖怪たちが様々な問題を起こすようになってしまう。陸軍と妖怪は妖怪絡みの問題を解決するため、新組織、あやかし認証を立ち上げた。 あやかし人賞に招集された汎用のザクロ、ウスボタル、ボンボリアンドホウズキと、陸軍軍人の揚げ巻き系、吉野くずり博士、花切丸竜はそれぞれチームを組み、不可思議な事件に立ち向かう。声は、テレビアニメのキャスト。縁は、舞台版のキャスト。イズナの術を使う者たちが集まる集落。自らを、神に近い者と表し、人間を見下している。 2010年10月より、テレビ東京系にて放送。全員13話。なお、これに先駆けて、同年9月25日にはニコニコ生放送で、第1話、特別版を含む特番、乙女、妖怪ザクロいざあやかしと生放送が、配信された。放送に合わせ、携帯 SNS、チップやタウンではアバターが、オンライン RPG、マスター・オブ・エピック。 ザレゾナンセージユニバースマイナスでは、乙女、妖怪ザクロなりきり装備セットが登場し、コラボクエストも実施された。公式サイト内で、期間限定配信された約10分の音声ドラマ。前2話。第1話直前の男女側それぞれの様子が描かれている。コミック原当者コミックス、バーズコミックス期間10巻2008年1月24日。 ISBN 978から4から3448118742008年9月24日 ISBN 978から4から3448141102009年4月24日 ISBN 978から4から3448162202010年3月24日 ISBN 978から4から3448190782010年9月24日 ISBN 978から4から3448203712011年7月24日 ISBN 978から4から344822634特装版 ISBN 978から4から344822641 2012年4月24日、ISBN978 から4から3448245842013年3月23日。ISBN978 から4から344827615、限定版 ISBN978 から4から344827288、2014年3月24日。 ISBN 978から4から344830103。限定版 ISBN 978から4から344829817。2015年3月24日 ISBN。ISBN 978から4から344832909。限定版 ISBN 978から4から344832893のベルゲント社コミックス。 バーズノベルス全2巻アニメムック原討者、コミックスバーズコミックススペシャル全3巻原討者、コミックス大型本全1巻2010年8月29日開催のキャラホビーメインステージにて、ザクロ役の中原舞と主要男性声優陣によるイベントが開催された。花沢香菜、豊崎愛生、堀江優衣、スフィアからのビデオメッセージも流れた。 2011年1月16日に横浜ブリッツにて、春、ランマントが2部制で開催された。主要声優陣スフィアが出演。司会は、南香織。チケットは、DVD 第1巻購入者先行発売もあった。事前告知では、第1部は、女性声優陣第2部は、男性声優陣の出演であったが、 サプライズで両方の部に主要声優人全員が出演した。同名タイトルの舞台化作品が2017年に全労祭ホールスペースゼロで上演予定。脚本、演出は大和田聡、音楽監督吉住、主演はアスマ・脇崎聡、安倍海星、野田若子、高橋ゆり花。ありがとうございます。